どうも、藤本です。ゴールドラット博士の没後10周期、早いもんですね。生前には残念ながらですね、お会いすることができませんでした。しかし、まあ、一連のご本とかですね、それからその後の、まあ、例えば岸田さんのいろんなお話などを通じてですね、まあ、実にいろんなことを学ばせていただきました。実はですね、今から30年以上前なんですが、1984年、私にとってはですね、それまでサラリーマンやったんですが、それを辞めてハーバードビジネススクールの博士課程に入学して、で、学者の世界ですね、飛び込むというね、まあ、そのいわゆる非常に、まあ、節目の年だったわけなんですけども、この年に実はですね、相前後して2つの出会いがありました。で、1つはリアルなんですけどね、これは、1984年の7月、私が渡米する直前なんですけども、にですね、まあ、私の、まあ、お師匠さんともいえる下川浩一先生と一緒にですね、当時トヨタ合成の相談役であられた大野太一さん、まあ、トヨタ生産方式の、草案者ですね、大野さんに直接お会いする機会がありました。まあ、この日ですね、大野さん大変ご機嫌でいらっしゃいましてね、3時間ほど、とっても貴重な話を伺いました。その時しか聞けなかったお話もあったぐらいであります。まあ、それ以来私は、まあ、大野さんの、まあ、いわば信奉者でありまして、これをまあなんとかアカデミックな形、経営学や経済学の形でですね、どうやって理論化し体系化していくかというようなことをまあずっと考えてきたようなものであります。まあ、その結果の一つが、まあいわゆる良い設計の良い流れを追求するという、まあものづくり経営学というものだったわけであります。でもう一つがですね、実はその直後ですね、まあ、アメリカに渡米しまして、それで1984年の9月から、まあハーバードビジネススクールの、まあ鬼の特訓みたいなのが始まるわけでありますが、この生産管理の授業ですね、この中で、まあ、これプロダクションオペレーションマネジメント POM というんですけども、まずこれ読んだらっていうふうに言われたのがですね、まさにですね、出たばっかりの、だと思うんですね、ゴールドラット博士のザ・ゴールだったわけであります。ですから博士にはですね、直接お会いすることはできなかったわけですが、まさに本を通じてね、の出会いということで言えばですね、まさに大野さんと7月にお会いして、で秋になったらですね、ゴールドラットが現れたみたいな形で、まあ、相前後してですね、まあ、これご本を通じてですけども、ゴールドラット博士を知ったというわけで、まあ、その意味で非常に大きな節目の年にですね、こういったことがあったのはご縁を、まあ、感じております。まあ、当時においてもですね、まあ、ハーバード大学のビジネススクールではもうすでにもうザ・ゴールというのは非常に有名で、まあ、インパクトの、まあ、極めて大きくてですね、まあ、それこそ毎日の授業の中に出てくるような感じでね、要するにボトルネックに集中せよというですね、こういう思考を策を繰り返していくと、毎日毎日やってましたからね。でそのうちね、これってまあ確かに考えてみればトヨタ方式の中にもね、ある考え方ではあるんですけども、まあ昔からあるね、産業現場の改善の、まあ、大原則であるというふうな錯覚さえですね、覚えまして、まあ、まあ実はその発案者であるゴールドラット博士の名前一時忘れちゃったぐらいであります。もうそれぐらい当たり前の話として、そのいわゆるそのボトルネックに集中せよと、こういう流れ作りの考え方というのをですね、まあ、言ってみれば叩き込まれたわけですね。実はこの本はですね、日本で、は当時紹介されてなかった。日本で、発売されたのって多分それから十何年経ってからじゃないですかね。でありますからですね、その時は私は当たり前に見てたんですけども、実はこのゴールドラット博士の、まあ、フロー思考というか、流れ思考というかね、こういう考え方をですね、いわゆるスパルタ式に叩き込まれた多分最初の日本人の一人が私だったかもしれないというふうに今から考えると思えるわけであります。まあ、それからもう30年以上経ちましたけどね、私が学者として行ってきたことっていうのは、一言で言えば、まあ、付加価値の良い流れを作る、あるいは良い設計の良い流れを作るというね、産業および企業のこれは本質だと私は思いますが、これについて考える、そしてそれについて発信を続けるということを、まあ、これまで30年以上やってきたわけであります。で、まあ、そういう点から見ると、大野さんもですね、ゴールドラットさんも、まあ、結局のところ付加価値の良い流れを作るという、ね、ことが我々人間が、まあ、企業や産業を通じて目指す、まあ、本質的な、まあ、意味あるいは目的であるというふうに、ね、おっしゃってたというふうに思います。まあ、その意味で、まあ、共通する志を持つ、まあ、お二人の巨人であったというふうに思いますし、それ方々のと、まあ、こう相次いで出会いがあったという、ね、この1984年って私にとっては非常に特別な年なわけであります。まあですね、このゴールドラット博士ご自身ね、最初のザ・ゴールの中ではね、実はお金を儲ける、つまり企業の目的何って話がずっとあるわけですけどね、であそこではね、お金を儲けることであるっていうふうにおっしゃってますね。で、そこは私ね、やっぱり日本人ですから、ちょっとそこ違うんじゃないかと思ってはっきり思ったんですね。だけどね、晩年になってですよ、
これは岸田さんもおっしゃってますけども、月曜日に会社に、ね、行くのが楽しみな会社にするというのは、これが本当目的なんだというふうにこう、まあ、おかわりになりましたよね。でこれは明らかに僕ね、やっぱりあのゴルドット博士が、まあ、三方よしの国、つまり日本に、まあ、来られるようになってね、でそれで、まあ、まあお互いもちろん我々はゴルドさんの影響をものすごく受けたわけですけども、ゴルドさんもやっぱりその日本という国に来るようになってね、何がしか影響を受けられたんじゃないかと思うんですよ。でそれは結局やっぱり付加価値の良い流れって、まあ、私の画で言い過ぎで言えばね、そういう話だと思っております。つまり付加価値の流れができれば、そこから利益も賃金も、雇用も社会貢献の費用もこれ全てここから出てきますから、つまり三方よしっていうね話の中にもですね、その月曜が楽しみだっていう話につながる要素がいっぱい入ってるわけであります。まあ、こういう意味でね、私はゴールドドット博士とその日本とのご縁というのはですね、最後まで続いたというふうに考えていいと思っております。まあ、この1984年私にとってですね、この非常に重要な年なんですけども、まあ、人生にとってね、わずか数ヶ月の間にこの2人の思想にですね、直接あるいは間接に接することができたというのは、本当に私の人生にとってですね、決定的な意味を持ったというふうに考えております。まあ、その意味でお二人に深く感謝したいと思います。お二人とももう奇跡に入られましたけども、まあ、これからもですね、このお二人のお考え、ゴルダツさんのですね、お考えに従う形でですね、これを発展させていきたいというふうに思っております。今日はありがとうございます。